和子組がですね、車両よく修理とかしてもらう鈴木のつまつの上野自動車さんにちょっとお邪魔してみました。こういった感じで左側が検査ブース、あとが整備ブースで、あちらが事務所で、うちよく乗ってるんで修理してもらうんですよ、佐賀さん。よくお世話になってます。よくお世話になってます。今佐藤さんは左と。佐藤は左奥の方でなんかやってるんですけど、シャイなんで出てこない。全然同級生なんですよ。小中高。小中高。長いですよ。長い。長い。ロングセラー。会社名。九州に対応してくれますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。回しもしないみたいな。別に受けも入りませんから、僕に。僕には受けも入りませんから、あの、知らないから。せっかくなんで紹介してます。なんか、高田さん聞いたこととかないですか？佐藤さん、すごい結構かっこいいって。あ、イケメン。社長イケメン。ちょっと映すよ。しれっと映すよ。しれっと。俺映すよ。せっかくに映した方がいいやろ。坂さんです。こっそり。あ、おらんな。あ、中に入ってる。っていう感じです。ご紹介は以上です。またねー。